日本航空は2014年2月に開催されるソチ五輪を応援する特別塗装機の2号機、ソチオリンピック・パラリンピック頑張れ日本を報道陣に公開し、フィギュアスケートの浅田真央選手が訪れました。JAL は格納庫で記者発表を行い、浅田選手へサプライズでクリスマスプレゼントの特別塗装機を披露。それでは JAL から浅田真央選手へのクリスマスプレゼントです。3、2、1、どうぞ。浅田選手は額に描かれた自分の姿を見てすごくびっくりしたと、ソチ五輪への決意を語りました。こんなに大きいんだって、間近で見たら飛行機がこんなに大きいんだっていうのをびっくりしたんですけど、はい、自分もこんなに大きくなってこう飛行機に描かれてるのを見るとすごいなんか飛んでる感じがしました。本当に空の上をね、はい、舞い踊ってる感じがしますよね、はい。今日はこのような本当に素晴らしい JAL さんのイベントに参加することができ本当にすごく嬉しかったですし、こうしてたくさんのエールをもらってまた頑張ろうって思いました。今年から JAL さんにお世話になっていて、海外の行く時などもお世話になっています。本当にありがとうございます。そして先日オリンピックが正式に出場することが決まりました。私はバンクーバーオリンピックに出場して、これで2度目のソチオリンピックになるんですけど、私自身の目標はバンクーバーよりもさらに上の演技を目指すというのが今の目標です。なのでそれを目指して頑張ります。日本にメダルを持って帰れるように、そしてさらに一番いい色のメダルを持ってこれるように頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。また浅田選手には特別塗装機の模型や JAL のキャラクターシロタンのぬいぐるみがプレゼントされました。まずはデカール機のモデルプレーンの贈呈です。ここにも映ってる。そう、 JAL のマスコットのシロタンが手渡されました。さあ、実はこの浅田選手のデカール機の就航に伴いまして、このデカール機が登場する JAL の新 CM も一緒に作られたんですよ。そうですか。はい、オリンピック応援 CM ソングフライングハートを歌う石井達也さんも駆けつけ生歌を披露しました。ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。どうぞお二人も前にお並びください、はい。いやまずはですね、一言皆様にご挨拶をお願いいたします。いやもう本当にオリンピック選手の前でこうやって歌わせていただくということも本当に光栄の至りでございます。ありがとうございます。で、今回こんな素晴らしい普通入れない場所にね、こうやって入れるとか、すごい珍しい経験をさせていただきました。この JAL のマークが戻ってきてくれて、なんかすごく嬉しいなと思って一人です、僕も。で、今度2月にまたこのソチオリンピックで真央ちゃんの綺麗な演技が見れるのかと思うとちょっとドキドキします。ぜひ素晴らしい演技をしてください。みんな応援してますから。ありがとうございます。はい、はい。特別塗装機はボーイング 777-300 型機で、26日午前8時55分に羽田を出発する那覇行き JL905 便から日本の空を飛びます。
また JAL は羽田空港第一ターミナルにソチオリンピック・パラリンピックの競技をモチーフにしたディスプレイを展開し、地上からも応援しています。